コチンの風景直しげは、中華人民共和国地安水省蘇州市五中区に位置するン。面積は63.99平方キロメートル。人口78,985人。自家コチン区は、国家クアット永久旅有形区で、総面積4平方キロメートル。古くは、はじめ里といった、入場料60元。古い街並みに、 小橋がかかっている風景を観光できる。街並みは、民信大の風格を保ちこれらを現代風に直したり、ビルを建てること及び自転車、オートバイの通行が禁止されている。東大の詩人陸がメモと秋葉の詩人光景が居住志士を残している。信大の改良派思想家で政治家の王統生誕の地、また教育家で作家の養成等は、自家を第二の故郷とした。 賃内には1500年の歴史を誇る、全寺補正寺があり、その中には、東大の蘇生と言われた、両恵の作の羅漢祖像がある。建築家漁師生に、とりわけ成功で美しいと評価された祖先もある。そう、秋代の古橋の数十期あり、古橋博物館の章がある。中華人民共和国建設部と、国家文化財局は2003年10月8日に、 中国歴史文化名鎮とした。それ以外にも江南水郷の古鎮の周装鎮とともに、ユネスコの世界遺産登録を目指している。周装鎮の方が有名で、観光客が多く、それに比べて大きな駐車場もなく、自家は古風で湿木で静かである。自家の風景、小橋流水。他の近郷の古鎮に比べて、水路の幅が狭い。自家を守護する、独角真珠。 橋自家は、蘇州市街の東南2 5トルにある、昇鎮で、呉れ県市に属していた。2000年12月31日、中国国務院に批准し、蘇州市に合併し、五中区に属している。自家は、今から1500年前、南北朝時代の南朝張の転換2年、補正寺の落慶と、同じくして成立した。自家は古くは、東大の詩人陸亀網により、 はじめ里と呼ばれた。陸画メモは陳に隠居し、はじめ里先生と呼ばれた。その後、はじめ里陳は、はじめ里と六字架の二地区に分けられた。古くからの伝説では、独角真珠、橋が六字架を守護し、五国宝城であった。五音の六とが同音であるため、六字架から字架に編成した。新潮末年、はじめ里は正式に、 直しげとなった。ありがとうございます。